こんにちは、樋口和彦です。この曲は三重県菰野町にある精神教団の曲で、精神教団のテーマっていう曲です。まあ早く言ったらですね、ちょっと難しく言うと教団歌になるみたいですね。この間私そういうの言ってなかったんですけど、ちょっとここで言うんですけど、ここの教団歌みたいです。それでこの曲は一応ですね、この精神教団の方に問い合わせたら、なんかまだ CD は作っているみたいです。まあ電話で問い合わせて、CD をそれから作るみたいなことを言ってましたんで、まあそんなに値段はね高くないと思います。確か私が買った時は確か500円か1000円やったか、ちょっと忘れてしまったんですけど、値段が確かじゃないんですけど、まあ多分まあ1000円ぐらいはするんじゃないかなとは思うんですけど、こういう精神教団のこの歌とそのカラオケが入った CD があるんですよ。それでそういうのがまだ一応販売はしているみたいです。それで行ってもすぐには購入することはできないみたいですね。電話で一回問い合わせてもらって、頼んでもらって、作ってもらってからじゃないと、それからじゃないと買えないみたいなことを言ってました。あとこの間落慶式の模様を確かここでお送りしたと思うんですけど、落慶式の DVD も一応まだ販売はしているそうです。でこれもやっぱり電話で頼まないとそこにはないみたいなので、なんか電話で頼んでから作るそうです。なんかこれは確かね1000円でしたね。1000円で販売してました。今ちょっと値段がねどうなってるかわかんないですけど、値段が上がってるかもしれないんですけど、その時の値段では1000円でした。落慶式の DVD が2枚ついてるやつですね。まあこの間聞いてもらったと思うんですけど、まあ私はね、その落慶式の日はね、他の日用事があってね行けなくて、確か吹奏楽をやってて、それを見に行きたいためにこれに行けなかったんですけど、なんかこれね行っときゃよかったなって、私今ちょっと DVD 見てよかった見ましたね。行っときゃよかったなと思いました。すごい立派な式典で、音楽も本当になんかプロみたいな人を呼んでなんか演奏してみるみたいな映像でしたもんね。あれ見るとね、ね、実際 DVD で見るのと、やっぱりその生で聞いてみるのとは全然違うかなって思いましたね。ね、なかなかね、もう一回ああいうものが立ってしまったら、もうね、私が生きてる間は立て直しは多分ないと思いますので、まあ、一生に一回あるかないかの式典みたいな感じですね、あれは。だから、まあ、ね、ちょっともったいなことをしましたけど、まあ吹奏楽はね、いつでも聴けるんやでという感じも、まあ思いますね、今考えるとね。そういう式典はなかなかないですからね。あとはね、皆さんよかったらですね、その DVD とかこの CD がもし購入した場合は、したい場合は、精神教団の方に問い合わせてもらって、まあ購入してみるのもいいかもしれません。一応まあ精神教団っていうのは、そういう売りつけるようなことは絶対してないので、安心してください。あと精神教団の方は自由に散歩していただいて来ていただくのはいいらしいです。別に洗礼とかもあるんですけど、洗礼は自由で、まあ受けたくなかったら受けなくてもいいみたいです。ただ拝むだけでもいいみたいです。そういう方もたくさん見えます。洗礼をやっぱり受けずに、そこへ来て、拝みに来て、ちょっと散歩に来るわっていう人も結構多いみたいなので、若い人でも結構ね、バンデー島とかに登って、景色見ている方もね、この間見かけましたんで、まあ、気軽にね、ここに足を運んでもらって、来てもらったらいいと思います。ここの方はね、すごい皆さんいい方なので、ものすごい安心すると思います。それで、さっき見せた、写真は、ここの館長先生ですね。三代目の館長先生ですね。それで、まあ、インスタグラムでも多分発表してると思うんですけど、東京の学習院大学を卒業されているみたいです。すごいですよね。学習院大学って言ったら、天皇陛下とかも、なんか、行ってるような学校ですよね。
なんかすごいですよね。そんなところに行ける自体もね、やっぱり頭のいい人なのかなって思います。こういうところの、館長になれるぐらいやで。それでこの館長先生は3代目ですね。1代目の館長先生は私はもう知らないんですよ。私がもう行った時にはもう亡くなってましたんで、2代目の館長先生はよく知ってますね。もう亡くなりましたけど、86で亡くなったんですけど、その方も洗礼をしてた方です。それで洗礼代を値段まあ言ってしまうとダメなのかもしれませんけど、洗礼代っていうのはだいたい600円です。600円ですね。確かですね、3年ぐらい前までは500円あったんですけど、なんか、多分やっぱり増税とかいろんなものがやっぱり上がってますので、それで100円上げて600円になったそうです。まあこの洗礼はですね、もう本当に、自由で、別に必ず受けなければならないっていうものではないので、まあ気軽にね、ここは結構景色とかいいので、この間言ったと思うんですけど、湯の山の山とか御在所っていうのがすごく綺麗に見えるとこなんですよ。すごいですよ。そんな万霊塔の上からね、結構見たらそういうとこ結構綺麗に見えるんですよ。それ私は見えないんですけど、視力のいい方はね、ロープウェイとかも見えるらしいんで、一回まあ、この精神教団の万霊塔に登って、一回この湯の山の山を見てもらうのもいいかもしれませんよ。入場料とかも全然取りませんし、いつでもね、行けます。まあ、でもですね、一応ですね、今日の水曜日、明日の木曜日、まあ、毎週水曜日、木曜日は、この館長先生っていうのは、岐阜県の多治見教会っていうのもあるんですよ、精神教団に。もう一つ。まあ、支店やと思うんですけど、小物の精神教団は多分本店で、多分岐阜の多治見教会は、支店やと思うんですよ。それでその支店の方にもこの先生は洗礼の方に行くんですよ。それでちょっとね、第何週目か第何3週目かちょっとわかんないんですけど、行くんですよ。水曜日か木曜日に。それでやっぱりそこでも多分600円かなっては私は思いますけど、そこも一応事務所がありますね。多分この間電話番号をお見せしたと思うんですけど、岐阜の番号が多分出てたと思うんですけど、そこがね、多治見教会の番号でした。前この間言ってなかったんですけど、まあでも多治見教会はね、なかなかこの先生にお会いすることはね、できないと思いますので、まあこの先生にもしお会いしたい場合は、この三重県菰野町の精神教団の方にお越しいただければ、この先生にもお会いすることができます。まあ、これは宣伝の、まあ、600円も払わないとこの先生にはお会いすることはできないんですけど、なんかお金と思うんでますけど、まあ、これは自由なんで、もしね、自分では本当に解決できないこととかね、本当にもし悩み事があったら、この先生に相談するといいかもしれません。それでこの先生はね、結構、よくなったって話もよく聞きますので、まあいろんな病気のこととか、人生のこととか、いろんなこととかが、なんか、いろいろなんかの力で助けてもらえるらしいんで、それでまだ私はね、そういうことがわからないんですよ。どういうふうに助けてもらえるのかどうかも私わからないんですよ。未だにずっと言ってて。それで私はここでね、もう15年ぐらいは行ってますね。それでね、どういうふうに変わってんのかは、まあ自分ではわかんないんですけど、まあこの先生からまあ、いつも言わせると、僕がこうやって、観音さんに来とるで、こうやって、家で、楽しくフルート吹いたりとか、何も事件が起きなく、過ごせてるのは、観音さんのおかげってね、いつも言われました。まあ、ね、それが本当かどうかは私はわかりませんけど、まあ皆さんね、まあよかったらですね、この館長先生にお会いするのもいいかもしれませんよ。そしたらね、いろんなこともよく知ってますし、どうやってね、これからどうやって過ごしていったらいいかっていうのも
アドバイスしてもらえますので、一回ですね、ここの先生にお会いしてみるのもいいかもしれませんよ。とてもね、心の広い方で、すごいいい先生なので、一回お会いしてみるのもいいかもしれません。まあでもですね、この歌もね、もう10年ぐらい聴いてるんですけど、あんまりね、ちょっと難しいですね、なんか。ね、歌の感じはね、なんか心が落ち着くかなと思うんですけど、ちょっとやっぱり難しいなと思ってますね。ちょっとまだ歌も覚えられませんわ。まあフルートで吹くのはね、まだ簡単なんかもしれません。音だけなんで、やっぱり歌になってくるとね、やっぱり歌詞が出てくるので、やっぱり難しいですね。まあこれもね、いずれはね、私も聴いとったら多分歌を覚えるかもしれませんので、フルートみたいに音がわかるかもしれませんので、まあ歌えたらここへ出していこうと思っていますので、皆さんよろしくお願いします。これではご視聴いつもね、動画見てもらってありがとうございます。これで失礼します。ありがとうございました。